花の種類が少なくなる秋冬の季節、部屋やエントランスを華やかに彩ってくれるのがシクラメン。シクラメンは、サクラソウ科の多年草の球根植物です。香りを持つ品種もあり、毎年、新しい品種がどんどん出てくるほど人気のある植物です。特に、お歳暮のギフト用としてよく出回っています。ただ、シクラメンという名前が、死ぬや苦しむなどの語呂合わせや、赤色は血をイメージさせることから、この花を病人への見舞いに供することは縁起が悪いとされています。今回は、そんなうつむいて咲く姿が美しいシクラメンのよもやま話をお伝えしていこうと思います。シクラメンの原種は、地中海沿岸、ギリシャからチュニジアにかけて自生しています。古来は、アルプスのスミレと呼ばれていましたが、花よりも、球根のでんぷんが珍重され、有毒物質を含むにもかかわらず、食用にされていました。ジャガイモなどが流通するようになる大航海時代以後は、その習慣も廃れました。また、ギリシャでは、球根が亀に似ていることから、ケロニオンと呼ばれていました。中世ヨーロッパの、アプレイウスは、著書、本草書の中で、シクラメンを鼻に詰めると、脱毛に効果があると記しています。また、ウィリアム・ターナーは、シクラメンは、出産のための強い薬であり、妊婦はまたがない方が良いと言っています。そして、同氏は、1551年に、シクラメンを、ソース、ブレッド、豚のパンと名付け、著書に紹介をしています。これは、放し飼いの豚が、シクラメンの球根を食べてしまうことから命名したのだそうですが、1895年、キャノン HN エラコムは、庭に入ってきた豚が球根を掘り返しはしますが、食べようとしなかったと言っています。現在、私たちがシクラメンと呼んでいるネーミングは、この豚のパン、ソース、ブレッドがなまったものなのです。日本には明治時代に伝わり、本格的な栽培は、岐阜県恵那市の伊藤隆重が始めたとされています。戦後急速に普及し、品種改良も進められて、色も、黄色や錦、フリンジ咲きや、八重咲きなどが登場します。日本では、鉢植え植物としての栽培量はトップクラスで、冬の鉢植えの代表格として定着しています。和名を、かがり火花と言い、この花を見た、京都女子大の創立者、九条武子さんが、これはかがり火のような花ですね、と言ったのを聞いた植物学者、牧野富太郎が名付けました。日本に紹介された最初の名前は、ソース、ブレッドで、豚の饅頭と、植物学者、大久保三郎が、英名を、日本語にそのまま移し替えてしまい、はじめは、その名前が、日本では一般的でした。シクラメンは、ヨーロッパの地中海沿岸では、神聖な花で、地中海沿岸諸国では、古くからの伝説が数多く存在します。シクラメンに関する伝説で、最も有名なものは、イスラエルのソロモン王のお話があります。それは、彼は、非常に花が好きな王としても有名でした。ある日、ソロモン王が、王冠に、花のデザインを取り入れようと思われます。そこで、王は、様々な花たちと交渉をされますが、ことごとく、断られてしまいます。そんな中、唯一承諾してくれたのが、シクラメンでした。王は、そのことに感謝されますと、シクラメンは、それまで上を向いていたのですが、恥ずかしさと嬉しさのあまりうつむいてしまいました。それ以来、シクラメンは、やや、下向きに花をつけるようになったそうです。ギリシャのホメーロスの叙事詩、オデュッセイアでも、シクラメンは登場します。ギリシャのイケターの王、オデュッセウスが、遠征からの帰国の旅で、無人島のアイアイエー島に上陸したとき、この島には、キルケーという魔女が住んでいました。キルケーは、島にたどり着いた人間を、魔法の薬を、言葉巧みに飲ませ、豚に変えてしまい、その豚を調理して食べていました。そのことを知らずに、オデュッセウスは、部下たち数名に、この島の探索を命じます。そして、探索隊は、キルケーの住処を発見します。キルケーは、言葉巧みに、探索隊に、魔法の薬を飲ましてしまい、豚に変えてしまいます。ただ、一人エウリュロコスというものだけが、
その薬を飲まずに、オデュッセウスの元に逃げ帰り、これまでの顛末を報告します。これは、まずいということで、オデュッセウスは、キルケーを征伐するため、彼女の住処に向かいます。その時、伝令神、ヘルメスが現れて、オデュッセウスに、モーリュという薬草を与え、キルケーの魔法を防ぐ方法を授けました。そこで、オデュッセウスは、キルケーのところに行き、出された飲み物にモーリュを入れて飲み、キルケーの魔法を防ぎ、見事に、キルケーを征伐しました。このモーリュという薬草は、野生のシクラメンだったと言われています。このことから、紀元前から、地中海では薬として使われていたことがわかりますね。シクラメンは、明治時代に日本に入ってきた花ですから、神話や民話というものはありませんが、最初に言いましたように、日本では、鉢植えのベストヒット品種で、非常に多くのファンがいる花で、鉢植えの女王と呼ばれています。では、なぜ、この鉢植えの女王が日本に定着したのでしょうか？それの答えとなるものが、岐阜県の明智鉄道東野駅に塔のコミュニティセンターというところがあり、そこの南東側駐車場の一角に、黒く、大きな石碑があります。そこには、日本のシクラメン栽培発祥の地と刻まれています。塔野の養蚕家に生まれた伊藤小十という青年がいました。彼は、修学旅行で東京に出かけます。その時、日本橋の三越百貨店で、運命的な出会いをします。それは、鉢に植えている花で、斑入りの丸い葉っぱに囲まれた、赤く下向きに群生して咲いている、これまで見たこともない花でした。彼は、実家の養蚕業を継ぐため、当時の上田蚕糸専門学校、現在の信州大学繊維学部に進学します。そして、つつがなく卒業をし、実家に帰郷しますが、実家の養蚕を継がずに、花の栽培を始めます。当時、塔野の村の北側で、大井ダムの建設工事が大々的に行われていました。その、ダム建設の指導をしていたアメリカ人義士宅へ、花を販売に出かけた時に、ドイツ人の夫人がいて、ドイツ語の園芸の雑誌を見せてくれました。その雑誌に、あの修学旅行で見かけた花が掲載されています。もちろん、小十は、驚きとともに、この花のことを夫人に尋ねます。夫人は、それは、シクラメンという花で、日本にはない花ということも教えてくれます。小十は、ぜひとも、その花を入手したいと思いますが、その方法も、入手後の手入れの方法もわかりません。そこで、ドイツの夫人に、ぜひとも、この花のカタログと入手方法を教えてほしいと嘆願しました。夫人は、心よく了承し、カタログと注文書を取り寄せる手伝いをしてくれました。当時、ドイツからの日本に手紙が届くのに1ヶ月かかるような状態でしたが、なんとか、ドイツのビンネビス社から、シクラメンのカタログと注文書を入手することに成功します。そして、ドイツから種子を取り寄せることにしました。当時の、塔野地域は、もともと養蚕が盛んで、アジアやヨーロッパ各地と取引が盛んであったため、為替等の知識は、持っていて、すんなり、種子の入手には成功しました。ですが、当時の日本人にとっては、初めての花ですので、誰に聞くこともできず、暗中模索する日々が続きます。また、この地域は、積雪量こそ少ないものの、冬の気温はマイナス15度 C にもなるため、鉢花栽培には、どうしても保温施設が必要でした。しかし、当時はビニールハウスなどなく、自らの手で地熱を利用した半地下式のフレームと呼ばれる設備を独自に開発します。とはいえ、周りに手本となるものもなく、最初の苦労は人並みではなかったようです。ですが、自らの栽培日誌から研究を重ね、大正12年、ついに栽培に成功しました。これが、日本でのシクラメン栽培の始まりです。そして、彼が栽培したシクラメンが、多くの園芸家によって広がっていき、品種改良等を経て、多くの人たちがめでることができるポピュラーな花になっていったのです。
で叫び続ければ叶うとしたら、この喉が潰れたってなんだって叫び続けてやる。100回伝えれば叶うなら1000回だって伝えるけど、そうそううまくいかないのがいわゆる片思いってやつで、僕が怖すぎてついつい喋り続けてしまうよ。本当に言いたいことはいつでも他にあるのに、君があんまり優しくうなずいてくれるから、調子に乗ってるうちに日が落ちてく。それじゃあまたねって帰って、風がツンとしてまた一つため息ついて、一体自分は何やってんだろうな。これからもずっと友達でようなんて今さら言い訳並べてどうする。もう二度と逃げ出さない、今伝えに行こう。何回振られたって君が好きなんだったってずっとなくならない。100年分思いを込めて、何も言えないよ。何回振られたって君が好きなんだったってずっと変わらない。100年でも大好きな君に大好きだって大好きだから会いたいなって、ありったけの気持ち今伝え君が好きなんだったってずっと僕には100年でも初恋のままで、初恋のままで。伝えたいことがあるんだ、5分でもいいから会えないかな。握りしめた電話、左手が今も震えてる。
一か八かで振り向いたら、今まで見た中で一番可愛い君がそっと笑ってくれた。